皆さんこんにちは、オートデスク渡辺です。このウェビナーでは初めてのショットガン入門ということで、ショットガンの基本機能をハンズオン形式で分かりやすくご紹介していきたいと思います。チャプター形式の内容になっているので、どのチャプターからご覧いただいても結構です。ウェビナーの対象者としましては、ショットガンのサイトを構築するような担当者の方、いわゆる管理者の方向けの内容になっております。例えば検証サイトを登録したけども何をしていいのか、何から始めていいのかわからないという方にぜひご覧をいただきたい内容になっています。ウェビナーを通してご覧いただくことで、ショットガンのデータ構造や概念を理解することができます。また基本機能ですね、基本的な操作や注意事項も把握ができると思います。そして最終的にはカスタマイズやデータの登録の一通りの基礎が学べるような内容になっています。ではまずはじめに、サイトを登録した直後に日本語の設定を行い、ユーザーの管理を行うという部分からご説明を行っていきたいと思います。ショットガンの体験サイトをご登録いただくと、ログインを行うとこのような画面が表示されると思います。では最初にですが、最初登録しますとこのようにすべて英語の状態になっているので、ここを日本語に直すという部分から始めてまいりたいと思います。画面の右上に人のアイコンのような部分があります。これは管理者メニュー、管理メニューとショットガンでは言います。ちょっとズームしてみましょうか。この部分ですね、人のアイコンが見えていると。こちらをクリックしていただくと、英語のメニューのままなんですけれども、まずはじめにこのサイトプリファレンス、サイト基本設定という部分を選んでください。一番上にLanguage and Formattingという部分があります。一番最初の項目で言語の設定ができるので、ぜひと言いますか、日本語の方が分かりやすいと思うんで、これから始めるという方は日本語で始められるのがいいと思います。でこの状態で変更するとこのように肌色になります。ショットガンに関してはデータとかを入力するとリアルタイムに更新はされるんですけども、プリファレンスの部分に関しては保存を行う必要がございますね。保存されてこの部分は初めて反映されると。じゃあちょっと保存してみましょうか。セーブチェンジーズという青いボタンをクリックして情報を読み込みました。これで日本語になったんで、もう早速分かりやすくなったかと思います。もう一つ変更しておいていただきたい部分としては、同じく言語とフォーマットの日付の表示の部分ですね。これはちょっと標準のままだと年月が後ろに来たような欧米の方式の表示になっているので、日本の人に分かりやすい年月が最初に来る2020年の8月4日の形式に、まあ、こっちでもいいんですけど、これを選んでおく方が見やすいと思いますね。日本語のものとか曜日がついているものとかいくつかパターンはあるんですけども、これが一番シンプルだとは思います。そのサイトの言語の設定、それから日付の表示方式と、あともう一つ変更しておいておきたい、お願いしたい部分として、一番下まで画面をずらしていただくと詳細設定という部分がございます。詳細設定を開いて、この部分ですね、アップロードされたファイルの格納場所という項目があります。ここが体験サイトを登録された時に日本と選択されているケースの場合は、最初からここは多分日本に、ジャパン、東京になっていると思うんですけども、これが日本になっているかどうかをご確認ください。これはいわゆるデータアップロードした時にどこの AWS、 Amazon のサーバーにデータが格納されるかという部分の選択になります。日本が一番データ距離的にも近いんで、日本を指定するのがいいと思います。この場合は標準で日本になっていたので特に変更は行わずに、日付の表示が反映されるようにもう一度保存を行っていきます。この最初に3つをご確認いただいて
作業というか始めるのがいいと思います。でショットガン一番上の受信トレイ、マイタスク、メディア、プロジェクト、すべてのページ、ユーザーとありますが、ここはグローバルメニューと呼ばれる部分ですね。ショットガンという文字をクリックすると、ホームページに設定されている部分に飛びますね。ホームページの部分は後で変更の方法はお伝えします。あとは受信トレイというのは、このショットガンの中でやり取りをするための、情報のやり取りの場ですね。デスクトップ通知をオンにしていると、Windows の機能でバルーンみたいなものがポップアップするという感じになります。まず最初なんですけども、このユーザーという部分でちょっと作業を行っていきたいと思います。今、体験サイトを登録したの、人の名前ですね、ご自身の名前というか、ユーザーがアカウントが1つある状態だと思います。本来であればサイトを全部構築し終わってからユーザーというのは招待した方がいいんですけども、確認とかを行うために体験サイトを構築するときに別の権限のアカウントを2つ3つ作っておいてもいいと思うんで、まず最初にそのアカウントを作るという部分を行ってみたいと思います。そうですね、ショットガンこのように何かスプレッド、シート形式で見えているんですけども、この縦の欄をフィールドと呼びますね。フィールドという名前はここにもあります。例えば先ほどお伝えした、ホームページと呼ばれる部分なんですけども、ホームページっていうフィールドを表示するにはこちらをクリックします。画面を右にずらすとホームページ、今何も設定されていないのでからなんですが、こちらで、特定の URL を入力すると、この最初に開いた時に、ホームページが変更になりますね。ホームページっていうのはこの最初に開いた時と、あとこのショットガンっていう黒い文字をクリックした時に飛ぶ場所になります。他にもプロジェクト、ユーザーがアクセスできるプロジェクトの指定欄とか権限グループっていう部分もあると思いますね。権限グループっていうのはディフォルトでは 5つある形になります。自分がアドミンの場合に別のものに変更してしまうと、ログインが管理メニューにアクセスができなくなってしまうので、ちょっとご注意ください。今はサイトを登録した方というのは管理者アドミンになっているので、さまざまなサイトの基本設定ですとかにアクセスができるようになっていますが、これがアーティストとかだと見えないのでご注意ください。ちょっと実験でユーザーをいくつか作ってみたいと思います。このユーザーというプラスのボタンが書かれている部分をクリックしました。ここで名前を入力していく感じですね。日本語でももちろんいいんですけども、仮なので今はこんな形でデモユーザーと SG というログイン名を入力しました。電子メールに関しては何かしら入力しないと登録はできないんで、文字列を打っておきます。本来であれば E メールアドレスをここに正しいものを入力しておけば、ユーザーを作成って押すと、もうその時点で登録した電子メールに招待のメールが届く感じになります。で、招待された人はメールをクリックするとログインが、ショットガンにログインができる。ステータスに有効と無効というのがあるので、これは後ほど説明していきたいと思います。先ほどお伝えしたようにディフォルトで5つの権限があるので、マネージャーとアドミンに関しては本当にいろんなところが編集できてしまうので、ショットガンの会社の中で 2,3 人に留めておくのがいいと思います。現場の担当者に全部アドミンの権限を与えてしまうと、意図せぬ変更がプロジェクトごとに行われてしまうという状況が発生しかねないので、ショットガンの構造をよく理解している人数人にアドミンはとどめておくのがいいと思います。で、今まだ何もプロジェクトを作っていないんですけども、プロジェクトという部分でその人がアクセスできるプロジェクトっていうのを指定ができます。もちろん後から
入力指定もできますね。でこれでユーザーを作成ってやれば行えば電子メールのアドレスに招待状が届くわけなんですけども、今日はメールを入力してないんで明示的にパスワードを指定というので指定を行いたいと思います。でパスワードに関しては8文字以上、そして大文字小文字数字記号のうちどれか3つを指定しているという必要がありますね。でユーザーを指定作成をクリックしました。同じ要領で先ほどアーティストだったんで、マネージャーだったんでアーティストを作っていきたいと思います。アーティスト、容量は同じですよね。で権限グループとしてアーティストを指定しておきました。同じくパスワードも指定しておきます。これでユーザーを作成を行うと、これで都合ご自身のアドミンアカウントと2つのアカウントというのが作成されたと思います。で、実はこれ今3つ見えてるんですけども、このページにはフィルターというものが存在します。ショットガンには各ページフィルターというものがあるんですけども、フィルターの文字をクリックするとフィルターが現れます。このままだと別のところをクリックすると消えてしまうんですが、フィルターをクリックしてこの埋め込みボタンをクリックすることによって常にフィルターを埋め込んでおくことができます。で今ここの People と呼ばれている部分のフィルターが割り当てられています。このページにはその内容というのをこの編集という部分でクリックするとフィルターの内容を見ることができますね。ステータスが有効でそのうちサポートで使われているものに関しては除外するというようなフィルターがかかっています。なので無効なものをこのページでは表示していないという形になります。じゃあ無効なものを見るにはどうするかというと、この青い部分を一度クリックするとフィルターを外すことができます。あるいはもう一度オンにしてから全てのフィルターをクリアというこの青い文字をクリックすると何かしらフィルターが複数かかっている場合も全てを外すことができます。でフィルター外した状態だとこのように無効というステータスのアカウントがいくつか見えていると思います。ステータスが無効なアカウントというのはログインが行えません。でショットガンの場合は例えば10アカウントご購入いただいた場合にはこの有効の数が10を超えないように運用していただくというイメージになります。例えばある期間 A 社と協業している A 社にアカウントを貸与貸しているっていう場合はその期間に A 社を有効にしてプロジェクトが終わったら無効にして今度は B 社を有効にすると、買った数をアカウントを超えないような形で有効の数をコントロールしながら、運用していただくというのがショットガンの考え方ですね。先ほど行いましたようにユーザーさん側でアカウントを追加したりというのは自由にできるようになっています。まあ、あまり作ったものを削除するゴミ箱に送るっていうケースは右クリックから行えるんですけど、どっちかといえば使わないものもコメントを書いた方の履歴として残しておくには単に無効にしておくのがいいのかではないかなと思います。あとサポート用のショットガンサポートというものとテンポレートユーザーっていうのは有効になってますけども、そのライセンスの数にはカウントされないので、これはショットガンサポートとテンポレートユーザーっていうのは気にせずにそのまま残しておいていただくといいと思います。何か問題があった時に例えばショットガンチームが
サポートログインという形でログインを行って、お客様のサイトに対して修正を行わせていただくというケースもございますね。各ページにはこのようにフィルターの部分があるので、一旦もう一度ピープルのフィルターをかけておくと、このようにすっきりした自分が作った今3つのアカウントが見えているという状態になりますね。もちろん自分自身で新しいフィルターを作成っていう部分で条件を指定して、フィルターを作るようなことも可能になっています。ちょっとここではあまり細かく触れませんが、あとはチェックボックスがあるので管理者だけを見たいっていう場合はチェックを入れていただくと、このように管理者だけの情報に絞り込んだりということができますね。で、何か操作を行うとこの肌色のボックスみたいのがポップアップするんですが、ショットガンに関してはアンドゥというのは一度行える形にあります。どうしても複数の方がアクセスを行っていろんな操作に対して複数回アンドゥをしてしまうとデータベースが壊れかねないので、どうしても制限上アンドゥは1回のみとなっております。ちょっとこれ出たままだとボタンが押せないケースがあるんで、そこは右上の×ボタンで閉じていただくという必要があるかもしれません。まず最初のセクションではアカウントの、そうですね、作成方法、それからフィールドの簡単な操作ですね。表示フィールドを表示ができますという部分をご紹介しておきました。例えば言語というフィールドがあるんですけどもですね、補足しておくと、だけどサイト全体で日本語にしたんですけども、この方だけは英語にするっていうような、そのアカウント単位で言語設定を上書きするようなことも可能になっています。日本語と中国語と韓国語と選べるようになっていますね。で、フィールドを非表示にしたいときは右クリックからこの列を非表示ってやってもいいですし、ここからもう一度トグルというんですか、チェックが当たっているものに対してチェックを外してあげるというどちらのアクションでもいいかと思います。あとはこのフィルターの部分ですね。例えばコントロールを押しながら複数をクリックして、コントロールを離すと初めて更新というような使い方もありますね。これコントロールを押してないとどうしても1回ごとにこの読み込みの計算が入るんですけども、コントロールを押して離すと初めて更新というような、そういった使い方もちょっとしたチップスですけどもあります。このセクションの解説は以上になります。